Welcome to Dorstar, I'm Ramajin and Golden Takasan. Today is actually our TTVR presentation day! Let's go! Golden Takasan-san desu! Adios!ハロー、未来あかりだよ。もちろん嘘です。VR シャットルアバターを販売中、なぜか英語も練習中、ゴールデンタカさんと申します。最初に言っておきます。私、データですとか統計ですとか、そういったものを勉強したことは一切ございません。ですので、今から私がするお話は、どうか居酒屋でおじさんが管を巻いているものと同じと考えください。しかし5分ほど皆様のお時間を頂戴し、私のお話を聞いていただきたいと存じます。本日はお集まりいただきありがとうございます。それでは始めます。題してズバリ、VRC でアバターを売るということ。ご存知ない方のために軽く説明いたしますと、VR シャットとはズバリ、今一番ユーザー数の多い VRSNS でございます。クラスターさんごめんなさい。YouTube 等で検索していただけると、例えばゾンビを撃ち殺してみたり、遊園地に行ってみたり、大化け屋敷でデートしてみたり、様々な動画がヒットいたします。しかし皆様、大元をたどると何で遊んでいらっしゃるのか。アバター遊びでございます。VR シャットには、いわゆるパブリックアバターと呼ばれる元から使えるアバターもございますが、大半のユーザーはブース等で購入したアバターを VR シャットにアップロードし、それを使って遊んでいます。では、どういった層がアバターを売っているのか。もちろん専業のプロの方や名の知れたクリエイターの方々もございます。しかしむしろ、VR シャットに出会ったことで 3D モデリングをはじめ販売までこぎつけている方々もいらっしゃるのでございます。ところでご覧ください、私のアバターを。こちら私が作ったものでございます。手間メソで恐縮でございますが、私、実は 3D モデリング、VR シャット始めるまで、もの字も存じ上げませんでした。しかし気がつけばアバターを制作し、アバターを販売し、気がつけばこういった場所に登壇させていただくことに相なったわけでございます。なぜこのようなことが起きてきたのか。ズバリ。VR チャットにおいてアバター制作もコミュニケーション手段の一種だったからでございます。アバターを作る。反応をもらえる。そしてアバター制作者同士で切磋琢磨できる。本来ならどっかの会社に所属しないと経験できなかったシチュエーションを物理的距離を跳躍し、味わうことできるのが VR チャットだったわけでございます。しかし、売ることを考えます。そうとばかりは言ってられません。日々それこそ毎日新作アバターは発表され、販売リストの奥底へと消え去っていきます。そんな中、皆様どういったアバターを買っておられるのか、言い換えれば何のためにアバターを買うのか。これはまたコミュニケーション手段なのでございます。仲のいい友達が買っているから、友達になりたい、仲良くなりたい、あの子が買っているから。そういったコミュニケーションはいわば VR チャットを舞台としたドラマと言っても過言ではないでしょう。ではどういったドラマのジャンルが最近流行っているか。日常系でございます。つまり、普段より延長線上でラフに崩せる、かつ可愛いアバターを皆様買っているわけでございます。しかし私は言いたい、日常が晴れるのは非日常があってこそ、私は新しいドラマのジャンルを提案しております。それは何か？アクションでございます。普段はフレンドの頬を撫で、手と手をつなぐためその手に、銃を剣をダンスをあらゆるアクションの手段を握ってほしいのでございます。現在、VR チャットでは可愛いムーブの挨拶が主流でございます。しかしそんな中、出会い頭に剣と剣を構え身構え、切り結ぶようなドラマがあっても面白いのではないでしょうか。ちなみにご紹介いたしますと、現在スライドに表示されているのはセクシーフォースと呼ばれる VR チャット上の集団でございます。これはどういったものでございますと、物理世界に、VR 世界双方で肉体を機械、VR 機材を熟知し、新しい現実を私ども見せつけてまいります。ああ、言葉で説明しづらいのもどかしい。先ほど登壇いたしましたローマ人の YouTube チャンネルドアスター XR にて彼らの活躍を見ることができています。チェケラ。ちなみに私も英語練習生として参加させていただいております。日常系ドラマの主人公になることもできる。しかし、アクション映画やあらゆるジャンルの主人公になることができるのも VR であり、バーチャルなのでございます。ところで私のアバター、VR チャット上ですと、その場で武器を出し、その場でフレンドと切り合うことが可能でございます。アクション系アバター販売中、ブース、ゴールデン商店で検索と宣伝させていただいたところで、お話をお開きにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いや、なかなか素晴らしい、ね、セクシーなアバターでご登壇ありがとうございます。いや、緊張しましたね。めちゃくちゃ。神々。いや、いいんですよ、いいんですよ。大丈夫ですよ。いや、でも、全然なんか初登壇とは思えないぐらいの、なんかこの勇ましさがありましたけども。あ、いや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 。もうね、イメージついちゃうのであんまり喋りたくないんですけどね。で、ちなみになんですけど、これ、現状、無理やりクラスターに、適用されてて、ブースで販売してる分には、まだクラスター対応してないんですけど、そのうち対応して、発売し直そうかなとは思ってます。お、それはぜひとも、これは楽しみにしてください。はい、すごいなんか僕の方を見るとなんかすごい舌を出してくれるんですけども、誘ってんのかい？レロ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 。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、素晴らしい。ありがとうございました。というわけで皆様、ゴールデンタカさんの活躍これから楽しみにしてください。ありがとうございました。I never expected TTVR to be like that, so that there was a proper post that was actually emphasizing the entire audience, and the text that was actually acting that I had to play was very long, and I made some mistakes while I was saying, and I had to also scream, and it was actually very exciting, but I was actually surprised about Golden Takasan. It feels like he really likes as well talking to the audience, felt energy from him as well. The first, I'm tired very much now, and I'm angry to me. I forgot to say the special word in Japanese. I'm angry. Maybe I can't sleep today. I will do best the next presentation. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.